お前の職長が悪いだろ。俺が悪いです。取らないって言います。一応でもここは頭だな。こっから裏面見れるぞ。ありえないぐらい綺麗なんだ。ちょっと一緒に行こうか。ここだけでも気にしてましたね。何を？塗装の人がたら、うん、あの内柱多めにしとくとか。内柱多め通れんがいけない。あんまり外塗装する際に一番上。うん。結局下つかないの。下グエンが今外したのどういうつもりだったの？刺すのは最初から取れなかったね。まあ、そうです。最初から取らんの。まあ、この段取りわざわざこのめんどくせえことずっとやってお前。はい。はい、おはようございます。はい、おはようございます。ビシャリオッピング。はい、おはようございます。なんでお前カメラ前。で、だから、呼ばれたので。なんで？え？やつがやめちゃったから。らしいです。やつがやめちゃった。知らぬ間に。ちなみにね、最初はちょっとやめてなかったんだけど、いろいろあって、まあ、いろいろ、まあ、なんか大体なんかやるみたいで。そんななんか、深掘りすることはあいつにない。話すこともあまりない。あ、今日は何来たか。はい。曲がってるお前久々にカメラマンで。急にネタ考えるわって言っとって教えられてないのよ。ただ撮ってるだけみたいな状況です。どうぞ最高は感謝ですよ。え？はあ。え？嬉しそうにしてんじゃねえよ。違う違う。今完全にトンの方見て言ったから。めっちゃ嬉しかったな。一応でもここは頭だな。そんなことない。あ？会話になってなかったですよ今。頭誰なんだって聞いて、そんなことないですよ。なんか結構すねとか視聴者から聞かれてらしいよ。お前やらかしじゃないよってなんなの。何だろうってなんなの。どういうことなのって俺見たときあるのに忘れたわ。覚えてなかったで。逆になんか引っ張りすぎてもう言えないみたいなとこありますけど。ああ、まあそれもあるな。あがもうだってもうお前全部渡ったもんね。あ、一応来週で終わり。今月の給料で。今日頑張ったな、やめんかったな。俺絶対出ると思ったけどな。いや、ジムにも言われました。どうやって生きてたんですか。なんとか、なんとか言ってたんですか。緑ちゃんも言ってたっすよね。なんか岡部さん辞めると思っててとか言ってた。いや、それ言ってた。俺絶対辞めるじゃないまさか僕より先にいましたからね。低いって下がっとらん。いや下がってんす。これコマ下げて今のことを拾ってあげて。まさか僕より早く辞める人いるとはねみたいなこと言ってたのに。何言ってた。いや僕より先にダメ。いや野村健太郎。お前そこ使ったらなんとこだろう。え、もう公開されてますか。公開されてるか。今日見ました。まさか。あ、何動画で知ったの。いや俺全然その辞めた後も会ってるんで。ああ、そういうことか。まあ、いい付き合いをしてるってことだね。まあ、飯行きたいです。あ、全然それはいいぞ。俺は別にその我慢しちゃってやめてるとかだ。まあ、頑張ってもいいんだよ。はい、そうだね。で、もう独立したいって言い出すのか。いや、言わない。独立してもいいぞ。いや、俺はってもいいぞ。なんか、だいぶコメント欄叩かれとったよね。なんか。ちょっと、あれでも消したんだよ、俺。俺も、ちょっと、パソコンで一回やろうと思って、手叩かれてる。俺コメント欄見たんですよ。うん。こんな言われると思って。で、なんかその、なんか言われるのが、家族いるのに、うん、その飛んだのがちょっと違うんじゃないかみたいな。あ、書いてあったな。そうそうそう。え、すごい。こんにちは。あ、こんにちは。あ、こんにちは。今やっと思い出しました。そうか、岡部。まあいいや、お前はそんなに話はいいんだけど、仕事に対しての岡部は。はい。裏面見れ、こっから言って裏面見れるんですか。なんで、うん、ありえないぐらい綺麗なの。ちょっと一緒に行こうか。ちょっと見ててください。子供が岡部さん見ててください。岡部いるやん。子供見といてな。泣いたら呼んでな。何かあったら呼んでな。子供見といてな。はい、子供ごめんなさい。食べるなよ。食べないでください。なんだこれって見て、なんだこれって見て、まっすぐ出してた。だけど朝9時から8時半。まあ、まあ1年、まあ、これ一番面倒くさいけどな、奥まで。だいぶコントワーク入らんし。しかも、なんか渡りにくそう。渡りにくそうだね、ここも。これ違う違う、ここの、この隙間が材料を持って。あ、違う違う。悪やろ。違う違う。この、なんていう、材料を持って。段差変えたのが使いやすい。あのまんまで行ったら、こっちが、もう、中国の話しろじゃん。お前、そこじゃないと思うよ。違う違う違う違います。足場のこと言ったんじゃないですよ。材料持ってここあの歩くのがちょっと大変そうだねっていう。そうそうそう。こういうのが本当に一番危ないですね。
で本当にズボン破けるんですよ。破けるしな、うん、転んだらもう刺さったらもう危ない、穴開いちゃうもん体に。これちょっとさ、いいよ、ね、これさ、まあちょっと見てもらうと分かるけど、これうちやないどういう風にあの床の高さ決めとる、これさ、本当に誰でもかんでもあの壁立てて板入れてるんじゃないかな、もう知っとる、何をどういう高さで足床の位置決めると。だから塗装だから、これは今頭描いたね絵に描いたよね、誰お前ちょっとごめんなさい、どうするか、あの宮に振られると思ってないから、じゃあやっぱそのね職人が入るから、その人に合わせた、その人に合わせた、このあれこのその人に合わせて誰だ、誰に合わせるの、この塗装が入るじゃん、うん、もう職人だ、そうそうそう塗装職人さんが入るから、その入る職人さんがその塗りやすいように、それは何なの、それはそれはそうだろう、それはそうだろう、それはそうだけど、それは何なの、それはどういうルールがあるんだけど、基準みたいな、じゃあこういう風にやると、だから壁のこの触りの、うん、壁から何センチとか、とか、うん、ちょっとなんか身長的な問題とか、身長、あ、それ何センチなの、それはマジで職人さん違うから、いやそんな違わないじゃん。まあまあだから入る職人ごとに変えとるってこと？それはねえだろお前。そんなレベルもまじまじちゃったかよ。いや、その職人のこだわりでなんか塗装の職人がこうやってほしいっていうのみんなバラバラだから確かに。うん、一時期なんかそれも聞いてやってたけど、なんかなかなかやれんよな、そこまでは。辞書だからやれちゃうし、営業もそれ聞いちゃうから、まあでも難しいよね。一個だけでも気にしてましたよ。何を？塗装の人が、ちょっとデブだったら、うん、あの、内柱多めにしとくとか。内柱多め通れんがいけない。あんまり倒れないように。ああ、そう。でも。お前。あるんじゃ、でも俺が乗って大丈夫なら。お前が言うか。お前が言うか。でもいい例みたいな自分が。俺が乗っても大丈夫なら、あ、これ大丈夫だ。自分の基準ってことですか。どういう基準で作るの、まあ、例えば床の位置なんですけど、外壁塗装する際に一番上がやっぱ絶対触れなきゃいけないんで、うん、で人間身長や160、170ぐらいじゃないですか、うんうん、なんで、で伸ばした時に1800あれば大体のものは届く、うんうん、1800のもの、はい、だから壁から1800下がったところが壁だ、あの天場かな、あ、天場ですね、から一番上の床が1800下がった、うんうん、だからあのここで言う軒天だよね、この白い部分だよね、一番上のね、映るかどうか映ってる、あそこから1800なんで4コマか、そうっす、4コマだな、はい、4コマがまずそっから基準決めて組んでいくんだよな、そうっす、もう組む前からそれをイメージしながらだな、上から逆算してって、じゃあ下はここに入れば、うん、あそこに行くな、そうそうそう、でそれがここだったから、でここの軒天があるからここでは触れないと、どうしましょうかと、でここに組んだと、そう、ここは下げて、うん、そういうんだよね、本当は一コマ下げだと良かったんですけど、うん、まあ高さ的に二コマになっちゃうんで、うん、まあそこでブラケットで登るようにして、まあ、落ち度もプラスで登るようにして、ここからこれ難しいのが、やっぱ足場とこう回っとるから、うんうん、ね、ぐるりじゃん。でこれさらに上、この上も組まなきゃいけないんです。ね、あそこだよな、ギアレっていうんだよな。このちっちゃいの下の方のギアレ。うん、これはまた難しいんだよな、高さとな。でこういうの塩梅があるな、両隣と。屋根工事があるんですよ。屋根に足つくんですけど、うん、ジャッキを巻けるようにしないといけない。ああ、そういうことか。屋根が濡れなくなっちゃう。あ、そういうことか。それも考えて、うん、普通だったら2コマでいいんですけど、うん、ちょっと、あの、ケツが短い材料を持ってきたりして。うん、あで、これをさらに予測して、この現場を見ずに図面だけで材料を作る。そう。で、多めに、その、まあ、トラックって許容があるから、3トン半です。4トン半。4トン。今日とか僕は縦2件なんで。ですよね。次の分も予測してもらって。マジ？多めに。ああ。でも、掛け掛けか。掛け掛け大変だな。まだ4人つけてくれたんで。うん。旦那さんが。違う、別にあの悪意あるぞ、お前悪意あるぞ、別に旦那さんが、いやでも翔さんに、翔さんに美桜ちゃんのことを、例えば美桜ちゃん家にいるんですかって言う時、僕もでもたまに反射で、嫁さん家にいるんですか、おい嫁さんって言うな、なんだよこれ、いやなんか嫌じゃない、嫌じゃない、美桜もなんか岡部さんに旦那さんはとか言われるより翔さんはって言われた方がいいかもしれない。だけどあれだろ、確かお前が付き合ってる時、翔お前にデラ焼き餅やってたよ確か。なんでそうだよな、なんかあいつ仲良すぎてムカつくとか言って、じゃなんか年が近くて岡部さんが多分初めての後輩だったから、美桜が、うん、年下の、ええ、でもなんかめっちゃなんか無駄絡みとかもしてくれてたんだよね。変に、だからお前を疑って、お前
大丈夫だよ、浮気してんじゃねえ、そこまで言ってないから言ってない、そこまで言ってないけど、だけどなんか、二人でやっとんじゃねえの、お前ら、見ないでもそれはね、ちょっとだけで、ちょっとだけグエンさんがめっちゃ見てくれてる、あ、大丈夫、大丈夫どうだろう大丈夫、大丈夫、一回小休憩作業しといて、はい、え遠くだもんね、顔は映ってないよよしよしよし、はい、よし、この家で不安になってる、うわこれも大変だな、これ全部浮かしとんな、あーこれも全部何スパ浮いてんの、3スパ4スパ浮いてんの、浮いてるのは3スパ、3か、まあ、多少下がっとるよな、ね、今でこれ上げてから下がつくんか、あこの後補強入れたりして高さは揃えますよ、で結局下つかないの、下グエンが今外したの、どういうつもりやったの、なんで外したなんで外したサーブつける、サーブ、サーブ、サーブ、1コマ、1コマ、1コマ持ってきた、結局刺すんか、刺すのは最初から取れなかったね、まあ、そうですあ最初から取らんの、お前この段取りわざわざこのめんどくせえことずっとやってお前屋根取っとんだったらお前最初から取った方が早かったなお前らは段取り悪いや取らないでいくつもりでした、お前の職長が悪いだろ、俺が悪いです、取らないって言います、取らないって言います取っとくれもうやっぱりきついんか、いやブレス入れたよ、持たんの、やっぱ予想さんが下がっちゃうのが怖いって言ってる、あこのボリョンボリョンが怖いって、でお客さんの許可は取っとんの、ここ下入れて、はい、自転車だけ出せるようにする、は自転車だけ出せるように、だってお前最初から付き合わかったわ、そういうとこだろ職人、はい、まあそれでもまだまだじゃん、そうですこの見極めはなんか怒られてる映像をやってるけど、まあ、それぐらい職人って厳しいよな、まあ、あのそれは簡単にポンポンポンと組むだけだったらいいけど、無駄な時間無駄な時間、ここ結構手間だろ、こんだけのもん下から全部やるのな、大きいね、落ちがこれまあ1時には終わるよ、最後始まったよ、あと2時間ぐらいで手動かしながらやれるんだ、あと1時間で組みたいって、あとシートやって2時間終わるの、こんな1時間で1時間で終わるの、そう、はい、こっから下げろよ、はい、なんだ。早いの、早いの、早い。すごいな。おお、すごいな。まあ、足場が揺れるの、揺れてるでな。ねえ。あれ本当すごいぞ。まあ、ちょっと下降りて危ない。すごい。まあ、これは難しいです。実習生特定技能、まあうちもないんだ、あのルックってやっぱり一回帰ってもう戻ってこんしとったけど特定技能で来とんだ、うん、来てた、帰ってきてた、最強だよな、来た、うん、5年6年で起きたやつだから、ナイルパートナーズってあの女性の社長さんだけどやってもらっとるから、結構 YouTube 見て問い合わせもあるみたいで、実習生の特定技能実習生ね、うん、で特定技能が今面白いかもしれない、うん、特定技能でうちあんまり儲かんだけど、なんか管理費でなんか多少もらえるだけだけど、だってもうバリバリのやつがもう何万人ってもこれ帰ってるから飛び で、うんうん、で昔の厳しかった時のやつだから、トンさんなんて今ベトナム実習生の中で一番年配だから、あそうですね、だトンさん、トンさんが一番上だよね、年年齢、うんね、何歳、37、偉いだろ顔はめっちゃ偉そうでもさ、そんななんか偉いって言うけど、こんな大きいものを一番上まで持ち上げたり、ベトナムでは元気、すごい、偉い、偉い、まあまあ、どあれ、岡部が足元を決めて挑む、はい、お前が足を決めて挑む、後ろから上げてきてもらって、でもう上のイメージつけて上げてくるんだ、もう説明してあるんで、あ、大体、はい、あと出会いになったら僕が上がる、あ、すごい、すごい、
何だよ、賞味今何時 ?11 時や。今が、11時19分。まあまあ、ここも、俺全部今度また打ち場所立てるって言われたら、この後もう3面打ち場所やるもんな。ポイント変わったら。確かに。これは大変だよ。材料が、乗り切らんくなっちゃう。乗り切らんくなっちゃう。ぜひ、皆さん、本当にね、塗装をお考えの皆さん、練り替え道場、足場本当に長いんで。もちろんモグリでもそのまま違法の足場組んでやってるところもあると思うけど、まあ、だけど、まあ、変わってくると思うけど、ね、だってもう見たらばっかりで言ってたけど、あれだよ、なんか倒れたりが今回多かったから、台風とかで、なんか東京の方とか台風の影響で倒れちゃったとか、本当なんかちょいあったっすよね、東京の方で倒れてたっすよね、足場。わかんない、いつも倒れてたよ、ね、ここが落ちたんですよ、ね、それは大阪でしょ。はい、じゃあ久々にじゃあ現場お金も元気そうだし、はい、やらかしのへこみもついに、お前言っとくけど、でもお前それで成長したわけじゃないから、フラットに戻ってたわけじゃないから、ね、これからです、これからの岡部、これからが楽しみですね、はい、まあ、だけどよう乗り越えてくれました、はい、まあ、これからまたね、一人前になってきゃ、まだだって22歳だよ、いや、もう23歳もうアラサーです、お前もう25ぐらいだよ何に分かったふうに言ってるけど答えも悪い、無理だと思うよ、間違えたところも全然使われてると思う、25ぐらいじゃん、V があるだよな、これからだ、25だ、ちょっと25になったら、ちょっとさ、もうこれ超えたのは偉いよ、本当に、ほら、腐り木って言わない、芯はちゃんと残ってる、まあ一回でも変われる、楽しみにします、せーの、